今日も会社めんどくさいな。あ、犬がいる。いいよね、犬は会社行かなくてもいいんだから。なんだよ、犬の分際で僕に吠えるとか何様なんだよ。怒っても怖くないよ。所詮犬がバンドに歯向かうなんておこがましいよ。いた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 、助けて。抵抗ペンギン。狂犬病になるとどうなるのか。おはよう。おはよう。ってどうしたんだその怪我。通勤中に猛犬に襲われてね、ひどい目にあったよ。噛まれたのか。うん、けど死闘の末なんとか勝利したよ。犬とパンダの戦いか。少し見てみたい気もするな。最後には友情が芽生えたんだ。どこの少年漫画だ。というか狂犬病は大丈夫だろうな。狂犬病？何それ。狂犬病っていうのはウイルスを持った犬に噛まれることで発症する恐ろしい病気だ。野良犬だったんならウイルスを持っている可能性もあるんじゃないのか。それはわからないけど、あんなに元気な犬がウイルスなんて持ってるはずないよ。それに僕と犬は友達だからね。友達を病気にかけるはずないよ。信頼性もゼロだし、本当に友達ならボロボロになるまで噛まれないと思うんだが、 100% 死に至る。本当に狂犬病は恐ろしい病なんだぞ。何しろ発病したら 100% 死に至るんだ。100%? 防ぐ方法はないの？ワクチンを接種しておくしかない。俺は受けたから大丈夫だが、お前はどうだ？そういうのあったっけ？短い付き合いだったが楽しかったぞ。じゃあなパンダ。ちょっと勝手に僕を殺さないでよ。最後ぐらい安らかに行きたいだろ。今日は仕事を変わってやる。もう帰っていいぞ。そんな理由で休みをもらっても嬉しくないよ。どうしたんだ？朝から騒々しいぞ。聞いてくださいよ上司、ペンギンがひどいです。どうしたんだ？いつもは仲良く仕事をしてるじゃないか。実はだな、カクカクしかじか。なんだの？パンダ、なんだ、今日はもう帰っていいぞ。それと今までよく働いてくれたな、感謝してるぞ。こんな時にお礼を言われても嬉しくないですよ。潜伏期間は1ヶ月から2ヶ月。みんなひどいよ、勝手に僕を殺して。半分は冗談だが半分は本気だぞ。本当に狂犬病は恐ろしいんだ。けどそんな症状一切ないよ。体もビンビンしてるし、どこも異常ないけど。そのボロボロの体でよくそんなことが言えるな。だが今は症状が出てないのは当たり前なんだ。発病までは1ヶ月から2ヶ月の潜伏期間があると言われているからな。その期間になるとどうなるの？最初は発熱や頭痛、吐き気などの症状が出てくる。そのうち噛まれた場所が痛み始めるんだ。右手がうずくってやつ？それはただの中二病だ。別に能力が目覚めるわけじゃない。けどその程度なんだね。 100% 死ぬって言うからもっとひどい症状だと思ってたよ。もちろんこんなものじゃないぞ。その後知覚異常が出てくるんだ。結果として液体を飲むことができなくなる。そんなの脱水症状で死んじゃうじゃないか。その前に昏睡状態になるんだ。知覚異常や痙攣などの症状が発生した後、2から7日後に昏睡状態になる。やがて死に至るというわけだ。そんな恐ろしい病気だったなんて。ねえ、助かる方法はないの？いつもはいろんな雑学を教えてくれるじゃないか。今回は僕を助けてよ。すまない。せめて仕事くらいは手伝ってやろう。パンダ、まだ会社にいたのか。もういいぞ、帰って休むんだ。お前の仕事は俺が責任を持ってやっておく。上司が仕事をするなんて。天変地異の前触れか。当たり前だろ、パンダが死ぬんだ。それくらいのことはしてやるさ。このチャンネルも今日で終わりだな。ああ、こんな悲しい終わりになるなんてな。今まで見てくれてありがとう。最後はみんなでパンダを見送ってやろうな。うわー、勝手に終わりにしないで。すぐにワクチンを打ちに行けば大丈夫。とま、冗談はここまでにして、発病を防ぐ方法はあるぞ。本当に？なあ、これは本当だ。早く言ってよ、本当に死ぬかと思ったじゃないか。いや、なんだか芝居をしてるのが楽しくなってきてな。人の気も知らないで。で、どうすればいいの？とりあえず傷口を洗ったか。それはしたよ、公園の蛇口でだけど。別にどこだろうと問題ない。なら消毒をするぞ。
それもやったよ。意外と準備がいいんだな。なら今からワクチンを打ちに行くぞ。あれ、ワクチンって前もって打たなくちゃいけないんじゃないの？潜伏期間中に打てば問題ないぞ。もちろん急いで打ちに行かないといけないけどな。よかった、本当に死ぬかと思ったよ。いい驚きっぷりだったぞ。よしもひどいですよ、こんな僕を騙して。あれ、パンダ死なないの？本気にしたバカがいたか。国内では発症していない。何度かワクチンを打てたよ。よかったじゃないか、これで一安心だな。誰かが余計な心配をさせなければもっと平常心でいられたんだけどね。日頃の仕返しだけど、ワクチンを打っていない人って結構いそうだよね。確かにいるかもしれないな。だが日本で狂犬病になる可能性は低いんだ。どうして？ウイルスを持っている犬がいないからな。海外だと流行している地域もあるみたいだが、日本だと昭和32年以降狂犬病は発症していないんだ。なんだ、だったらワクチン打たなくてもよかったじゃないか。念を入れておくのは大切だぞ。必ず発症しないわけじゃないからな。ま、確かにそうだね。あんな気分になるのはもうごめんだよ。ポチッ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 、エンター。ジオシが仕事してる。おいパンダ、しばらくの間狂犬病を発症したことにしておけ。え、この機会だ、あいつにもしっかり働いてもらおう。君も意外と黒いね。ペンギンだからな。俺が目を覚ますと謎のクイズ番組に強制参加させられていた。しかもクイズに答えられないと死んでしまうかもしれないデスゲームだ。次回、上級国民に支配されるとどうなるのか。これは夢かうつつか。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、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 この腹黒パンダが。